こんにちは。アマゾンエキストサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンのシステムについて。まあ、アマゾンのシステムはここまで進化してます。まあ、だから売れます。ということでね、えー、アマゾンの、まあ、実店舗、アマゾン GO の、まあ、ちょうどね、技術に関する記事があったんで、まあ、これアマゾンが、まあ、見えない部分でね、どういう分析をしてるかっていうのが、 オンラインよりこの実店舗でやってることを解説すると分かりやすいかなと思うんでね解説しますこれシアトルにある AmazonGoAmazon のコンビニの1号店レジなし無人スーパー AmazonGo この仕組みなんですけどまず AmazonGo のアプリをインストールしたスマホを入り口でかざすとあとはもう棚から好きな商品を取ってそのまま店外に出るだけ それだけもうかざして店外に出るだけで、えー、買い物できちゃうと。だからわずか10秒で、まあ、欲しい商品だけを手に入れることが可能です。でわずか10秒で買い物できるわけは飲み物やサンドイッチなど、まあ、それだけは目当てとなりやすい商品は入り口近くに配置されていると、まあね。それだけを買っていく人がいる商品を分析して、まあ、それは入ってすぐに、ね、買って出られるようにしていると。デパートみたく回遊させるようにはしていない。まあ、なぜならその方が まあ、売り上げと利益が増えるからですね。しかも、アマゾン o の仕組み、まあ、普通に考えたらね、あの、タグとかをくっつけてね、えー、なんか、万引き防止のやつみたいので読んでんのかなという気がすると思うんですけど、そんな、えー、単純なもんではないと。まあ、天井に設置されたカメラや、まあ、商品棚のセンサーが、利用者の行動と商品の動きを追跡と。利用者がどの商品をいくつ、 店の外にに持ち出しししたたを AI が判断し事前に登録したクレジットカードで決済する、ねえー、どういうことって感じなんですけど、まあ、これ、えー、誰が何を買ったってだけでなくて、まあ、どういう手順で商品を手に取ったかまで全て把握できるとで。一回手に取った商品をね、どういうタイミングで返したのか、そういうのまで徹底的に分析してます。でこれね、まあ、まさに Amazon が、 普通に Amazon のサイトでやってることで、まあこれ買おうかなって見て、それをやめたりね、すると後から、これ値下がりしましたよとか、この商品興味ないですかって送られてきて、まあついつい迷ってたものを買ってしまうというのがありますけど、まあそれの応用ですね。で、ここまでやってるのはね、もう IT 技術に関しての Amazon のライバルになりうるのは、まあ Google ぐらい。 まあしかしもうすでにアマゾンは膨大な倉庫と流通量を、流通網を持ってますんで、今からアマゾンに追いつくのは Google といえども困難だと。ねまあ、この仕組みを誰でも利用できるから、まあ、初心者なら、初心者でもアマゾン o n 室なら稼げるわけです。で、そのアマゾンね、オーストラリアで初めて、まあちょっとシステムのね、実装が遅れてますけど、まあ、何しろこれだけ高度なことをね、システム化してますんで、 動きの遅いオーストラリアだと、まあちょっとね、孫ついてる。まあただ、ね、これがアマゾンの強みなんで、実装しないわけがないんでね、これが実装されてくれば、えー、ますます売れ行き良くなりますんで、まあオーストラリアアマゾン、ねえー、なぜチャンスか、なぜアマゾンなら売れるかということをね、えー、ちょっとアマゾン号の解説をした、えー、記事を見かけましたんで、えー、それを見て、えー、解説させてもらいました。まあ普通に考えるより、 遥か先を言ってるのがアマゾンの技術と、ね。まあ、eBay だの、楽天だの、ヤフーだのね、まあ、その辺のところが、まあ、アマゾンに追いつくというのは、もう現実的には難しいというような段階まで進んじゃってます。まあ、アマゾン、やることはもう商品探し、買った商品を送るだけでね、あとは、え、利益が出る商品見つかりますんで、まあ、自信を持ってどんどん進めてください。以上、アマゾントサポーター、堀秀夫でした。